猫アターク。クリスマスツリーも立派な猫のおもちゃです。おんぷおんぷ。猫を飼っている方なら誰でも経験があるはずです。クリスマスツリーが猫ちゃんのおもちゃと化すことを今回の動画は、クリスマスツリーに飾ってある赤い玉飾りがどうしても気になる猫ちゃんです。音符右から左からいろんな攻撃を仕掛ける猫ちゃんに注目です。キラキラ光るイルミネーションが綺麗なクリスマスツリーに飾ってある赤い玉。猫ちゃんはどうしてもこの赤い玉が気になるようです。猫を飼っている方はあるあるなお話ですよね。私が飼っている猫もクリスマスツリーと飾りをつけ始めると目をランランに輝かせて飾りに向かって猫パンチをしてきます。逆三角。すると、なんとまさかの走り込みアターク。勢いよく走り込んできて、その勢いでぶっ飛んでいく姿と、でも可愛すぎます。www。やっぱり狙うはあの赤い玉だけ。あの赤い玉がお気に入りなのかもしれませんね。いつかゲットできるといいのですが逆三角、小。クリスマスツリーの飾り付け途中に邪魔してくる猫ちゃんって可愛すぎて怒れないんですよね。結局、飾り付け途中で終わっちゃったって人も少なくないのでは。私たちにとってクリスマスって一大イベントですが、猫ちゃんたちにとっても、もしかしたらクリスマスは一大イベントなのかもしれませんね。音符、逆三角。今年のクリスマスは、飼っている猫に何かクリスマスプレゼントをあげようかなからって思っちゃいますね、星。そんな、可愛い猫ちゃんの動画は、こちらからご覧いただけます。音符。サムネからすごい躍動感ですね。ショー、ぜひご覧ください。バックスラッシュアワー。